ビバイ氏は、北海道中部に位置し、空地総合振興局に属するし、アイヌ語に由来する。経緯は、諸説あるが、いずれもカラスガイにちなみ、ピパイ、カラスガイ、カワ、ピパオマナイ、カラスガイ、ある、カワ、あるいは、ピパオイ、カラスガイオイ、ショ、のいずれかから添加したとされる。全身の自治体名である、沼ガイは、 このアイヌ語を訳したとされるもので、美バイ駅開設後の1882年に、駅周辺が、ジ・ピパイと付けられ、1900年に、漢字の美バイとなった。つまり、美バイは、行政より駅名が先行して付けられた。美バイ市中心部周辺の空中写真。2009年9月3日撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。住宅団地消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。中村豊次郎。アメリカ留学経験があり、22歳で入職して大規模な中村農場を建設。石狩川自動用水機の開発に成功するなど、 米どころ中村地区の基盤を築いた。石狩丹田の一角である美バイ炭鉱は、かつては三菱工業、三井鉱山の大規模炭鉱のほか、中小の炭鉱も多数広がり、道内有数の石炭の町として栄えた。最盛期である1950年代の人口は9万人以上を数えたが、現在はその大半が閉山し、北菱産業府等株式会社が、 万の差は地区で露店掘りを電力会社向けに行っているのみである。歴代市長特記なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる。市議会級、美バ老労災病院が早期より、炭鉱事故による、脊髄損傷者など、中途障害者のリハビリテーションに力を入れていた、ことから、他都市と比べて、福祉施策が行き届いている。駅や道路等の公共施設、 商業施設等ではバリアフリーユニバーサルデザインが積極的に取り入れられている。農協工業特徴として多くのプラスチック関連企業や食品加工メーカーが拠点を置いている。物流市内に東名工業団地、また北隣の愛 a 町とまたがる空地、中核工業団地を有する。新聞社美売駅かつて存在した鉄道高速道路国道道道宮島沼。 観光メモリアル森林公園温泉博物館、資料館、ありがとうございます。